はい、どうもうらりです。今ねプラモを作ってるんですけども、パーツが多い。それぞれのこうランナーにね、アルファベットが振られてて A とか B とかで、これをね机の周りに並べながらやってるんですけど、そもそも机の面積に対してこうパーツ数が多すぎて置ききれません。なので、ちょっとネットで調べてたら、100円ショップのアイテムでなんかうまく、整理しながらこう立てれるようなやり方があるっていうことなんで、早速ちょっとアイテムを探しに行ってきました。で、選んだのがこちらになります。ビビーン、取り受けネットですね。これどういったものかっていうと、こちらになります。こういった商品です。ぐにゃぐにゃ曲がるんですけど、こんな感じで5センチぐらいの柔らかい、シリコンっぽいね、トゲが立ってるんですけど、これ見て、分かるようにこうまっすぐ、抜けてるんですね。この間に、ランナーを立てていくということです。ただね、このままちょっと使ってしまうと、どこに何を入れるか分かんなくなるんで、ちょっと工夫してみました。それがこちらになります。はい、アクリルパネルに、等間隔でアルファベットのシールを貼っていきました。で、これにうまい感じで、こう置いて、養生テープとかでこうテーブルに止めていくんですかね。で、これにパーツを立てていくんですけど、ちょっと立てていってみましょう。はい、今これ作りかけのパーツなんで、ちょっともう中抜けて、いろいろ抜けてるんですけどね、こうやって A、B、C、はい、こちらがね、バンシーのパーツかランナー全部になるんですけど、こんな感じで並びました。必要なパーツはね、例えば G が欲しいって言ったらパッと切ったら、戻すと。で、ちょうど間隔もね、いい感じなんで、組み立ての効率が上がるんじゃないかなと思います。今日組み立てた時は机にブワーってパーツを並べてやったんですけど、机のちっちゃいっていうのもあるんですけども、全然パーツが並びきらずに周りに箱に入れたりとか、ちょっと立てかけたりとかしながらやるんですけど、そこから探してこう組むのって結構大変なんですね。で、こういうふうに整理されて、組む時にこう必要に応じて抜いて、で、終わったら戻すっていうのをやればですね、きっと作業効率がぐんとアップすると思います。次回はね、こうやってちょっと組み立てていきたいと思います。今日は100円ショップで、ランナー立てですね、作ってみたんで、こちらをご紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございます。